はい、こんばんは。クリスマスの大召喚祭が来たのでやってみたいと思います。今 PC では25個データマが溜まっております。できればサンタさんの服を着た子が召喚されるといいなと思っています。ステア召喚、召喚開始、召喚する。ブルーです。赤電柱、これは飛ばします。召喚開始、召喚する。犬神よく出ますね。召喚開始、召喚する。砂巻たち、かわいい顔してるじゃない。よろしくね。後でまとめてみます。召喚開始、召喚する。サンタさん来て。バク、最後の1回。あ、鈴鹿御前。いいだろう、存分に率いるがいい。これはいいのを引き当てたかな。まずは赤電柱、妖術一定時間自身の防御力を 30% 増。リーダー妖術、ラウンド開始時に憑依ゲージが 5% 回復。犬神、敵妖術、敵全体を対象に土属性 200% ダメージ。ヒーダー妖術、土属性妖怪の命が 50% 増し。砂巻たち、敵全体を対象に土属性 200% ダメージ。リーダー妖術、種族妖獣の攻撃が 65% 増。バック、妖術、敵の攻撃を全て受ける。自身の防御力も 15% 増。効果時間小。リーダー妖術、敵を倒すと味方妖怪の妖術ゲージが回復する。鈴鹿御前、敵全体を妖術、敵全体を対象に土属性 280% ダメージ。土属性妖怪の命と攻撃が 50% 増。ということでサンタさん以上の子は手に入りませんでした。残念。
以上です。ありがとうございました。